おはようございます。山田と申します。さあ、トイレ行きたい。まあまあキレキレやった、今カメラも来てるんですけどね、今日はね、20丸のなんかスタンプラリーのやつの次やっていこうってなんでね、イカ鉄道の方回っていこうかなと思ったんですけどね、ちょっとね、また渡してます。あのね、財布忘れちゃいましてね、いや、現地着いてからしよう。1時間に1本しかない関西鉄道が行っちゃいますのでね、ちょっとそれで切符買って行ってこうと思います。よいしょ。あ、行ったね。伊賀湾神戸まで行きますよ。よいしょ。あそこのスタンプラリーね。よいしょ。伊賀神戸まで行くね。伊賀上の籠590円。15分あれ、時間間違えとるな。ああ、もう初手からやっちゃってますわ。あのね、ボケかましてましたよ。何やったかっていうと、あの14時21分発のねやつだと思って、あと6分前だと思って、ね、一人で乗ろうと思ってたんですけどね、あの元も子もないあのミスをやってました。あの見とった時刻表、あのネットのねナビタイムで見てたんですよ。いや、ナビタイムの時間が間違っとったかって、言うとかないと違いましてね、あの関駅のやつ、関駅の駅前のパーキング止めるかこっちに止めるかの悩んどって、関駅のやつを開いとって、それの時刻表をちらっと見てたんですよね。そしたらまあ向こうの方が当然遅いですね。で21分やからギリギリ間に合うかと思ったら、ね、今ギリギリで撮ってたんですけど、何のことはない、全然間に合わん時間でしたね。ということで、5番西武ルート。あれか。いろいろと出てますね。一日あたりの本数は少ないですかね。で、そう。シェイプルートって何やってんだ。あ、そっか、関駅から行ってるやつ、回ってるやつか。なのでね、あ、完全にここバクったな。あれ、今日もね、どこやってこうかっていうと、ミシャルムズのやつでね、あの伊賀鉄道の方があったんでね、伊賀上の伊賀神戸あたりをね攻略していこうかなという予定でいたんですけどね、どうしような、1時間時間ができちゃったや。でも亀山駅も綺麗になったら、ちょっと駅前ちらっと見ていこうか。だったら別にあっちに止める必要もなかった。一番近くの300円のところに止めたんやけど、だから300円のところを止めるんだったら、関の駅前の300円のあれだったら駅直結ですからね。もうこの辺りにありましたかね、駐車場が。よかったじゃんな。そしたら間に合ってたわ。まあ、ただ帰りがね、あれですけどね。さあ、って言ったところでね。さあ、どうしたもんかな。なんだったっけ。そう、今回の大正駅のところもね、話をしときたいんだけどな。中入るか。いっか。あ、そうだ。亀山駅もね、スタンプレディの大正駅ですからね。でね、中に入って押そう。よし。ちょっともう、この電車で。ほら。これで。改札入ったすぐのところでしたね。なるほど、なるほど。よいしょ。で、どこだ？ JR 東海亀山。よいしょ。よいしょ。まだ3駅なんですね。そう、この前あれだ。2両編成ですね。
穏やかな日差しもいいですよ。ね、とにかくね、出遅れました。昨日ちょっと明け方まで動画編集をしておったら、編集とかし、撮影が何か、恵方巻きの割に限界まで食ってましたんでね、結局恵方巻き何本食ったんだ ?1、2、3、4、5、6、7本食べたのか。それはね、お腹いっぱいになりますよね。で、15時14分の新宮じゃなくて、こっちですね。もう、そうか、この時間にそうや、新宮行きありましたね。あれ間違えた。朝一だけね、ちょっと違うのがある。本国から出ますね、真ん中から。